どうも、ブヒケンです。ちょっと待って、もう欲しいって。本日は日曜日。本日も54シェビーちゃんの、作業をやっていきましょう。ほんとね、昨日でね、デフの方はね、ある程度ちょっと済んだので、まあ、足付けもやったので、もうちょっとやるか。で、お掃除もね、トルントルンにしといたので、中のね、ヘドロも全部落ちたと思う。まあ、あとボルトを掃除するぐらいね、それは装着するときに。なんでちょっとこの辺片付けて、まあ、あとはね、フォーリンクのと、キットの到着を待ってね、到着したら接合して、終わったら色塗って、ガスケットをつけて、スパンってつけてオイルを入れるっていう工程にこっちは入りますね。なんでこれはちょっと向こうへどかしといて、ゴミが入んないようにしてね。本日はいよいよちょっとね、もう一番こうめんどくせえ作業、こういうのの撤去です。これを取らないとねっていうことなんだけどね。これあれだな、ここのリベット、この上のボディマウントのここと友締め見たくなってんだね。まあね、ここをねスパンってカットするでもいいんだけどね。ここそっちの方いいかな。ここはここと友締めになっちゃってんで、これとね、本当だったらこうリベット飛ばしてこのこいつごと全部バーンって取るんだけどね、これと友締めになってんだ、ここが。いやいやいや、マジか。ちょっと待ってよ、その他は別に関係ない。ホーリンクの多分ロアはあの辺、アッパーがこの辺につくから、やっぱ落とした時にここがちょっとやっぱ邪魔になるからね。ここはカットにするか。友締めになってんだね。でこっちはこれだけ、もうね、こっちもカットでもいいけんな、こっからスパンってね。いや、ちょっと待って、寝転がして、このねリベット飛ばしてこいつをバーンって取るんだけど、ここからカットでもいいよね。でもね、やっぱ綺麗にやりたいからさ、飛ばした方がいいかなとか思うんだけど、めちゃめちゃ時間はかかるんだよね。これよく見るとマフラー班が吊るされたってたとこってボルト溶接されてるんだね、こうピンって。まあ止まりゃいいんだろうけどさ、こういうのも必要ないからな。取っちゃう？今度マフラーはねこの辺に出るんでね、この辺に出るんで、まあオーナー様にね、マフラーの出るとこ位置変わっていいですかっていうのももう聞いてあるんで、あ、構わないですって言ってくれたんで。で、あとこれもな、これを取らなきゃなんないのがちょっとな。すごいでしょ。こんなになっちゃった。正直ね、ここはね、車高落ちてもね、何にも関係ないとこなんで、何にもしなくてもいいんだけどね、別に。このままの状態でもいいんだけどさ。それはそれでさ、嫌じゃんね。別に誰も見ないし、俺も何も言わなければさ、多分終わった後に、あ、そういうもんだっていうぐらいで、ね、終わっちゃうのかもしんないけどさ、嫌じゃんね。全部が終わった後にさ、納車されてさ、オーナーさんがさ、いろいろ、ね、見ると思うんだけど、見て、ああ、これ残ってんだな、なんて思ってて、で、嫌じゃんね、やっぱさ、俺自分だったら嫌だもんな、これが残ってたよ。まあ、逆に味って言えば味かもしれないけどね、オリジナルのパーツ残してあるんだ、みたいな。まあ、こういうのもね、好みですよね、人、まちまちだと思うんだけど、僕はね、もう邪魔なんでね、邪魔っていうか、ない方がいいと思うんで、こういうのは。ただ、とりあえずこっちのカットから入ろうか。悩んでてもしょうがない。まあさっきも言ったように、ここのボディマウントと、このブラケットのこのリベットが共締めになってるので、まあ共締めになってても取っちゃってさ、ねえ、こっちのリベットもう一回ここで作っといてやりゃいいだけ、ね、パチンってやって、なんていうか、止めといてやりゃいいだけの話だし。まあリベット自体もね、全部ズボンで抜けないかもしんないね。こんだけ共締めになってるとね。その可能性もあるな。やっぱ飛ばしてここだけ共締めになってるとこだけもう一回ポンってつけといてやるかな。いらないもんね、だってこんなのね。ただね、途端にそうするとめちゃめちゃ時間かかるんだ、こういうの。ちょっとね、揉んでみましょう。ほいじゃ全体で取る方向にしましょう。やっぱりその方がやっぱ綺麗だよね。今んとこまだ全部のボディマウントがつながってるんで、別にここ一発ぐらい共締めになってるとこれポンって飛ばしてもね、ボディがボンなんて落ちちゃうようなことは絶対ないので、やっぱね、ちゃんとやりましょうね。はい、それでは皆様、本日も地味な
地味でつまらない動画になりますけどお付き合いをよろしくお願いいたします。まあこれですね、これ。ちょっと待って、腰が痛くて。これわかる？こいつを取るの。なんで地味にちょっとね、4箇所のリベットで止まってるんで、地味にそれを揉んでこいつを取っちゃいたいと思います。DIY でね、ご自分の車こうやっていじってる方いっぱいいると思うんですけど、経験者からちょっと一つだけアドバイスをしますね。こういう古い車、こう潜って作業するときあるじゃないですか。で、当然こう上も行きますよね、こうやってやるからの時に、やっぱ振動とかがあると長年こびりついた泥だなんだがボロ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 落ちてくるんですよ、で、それがね、皆さんもご存知だと思うけど、目に入るとたまらんのよ。たまくすがったりするからさ。でね、ちょっと今日からはね、そういう作業がすごく増えるので、私も今日から頭をちょっとね、ポマードをつけておりません。どうせね、こうやってね、いろいろやるんでね、ぐちょぐちょになっちゃうし、いろいろつくので。で、それプラス、目をこう、完璧にカバーするもので皆さんやりましょう。いやー、たまらないのよね。結局、泥だ、サビだ、なんだじゃんね。それがね、もう目に入ると、もうたまらないのよ。ちょっと待って、見えねえ。メガネ、メガネ、メガネ。メガネとゴーグル両方しなきゃダメだ。で、特にやっぱもう年式がさ、このぐらいになっちゃうとさ、外観がいくら綺麗に、まあ、このお車ちゃんじゃないにしてもさ、外観がいくら綺麗になってても、ほら、下回りってこんなんだから、ちょっともうすでに目に入ってる、俺痛い。大体ね、もうこう、ほら、めちゃいろいろ落ちてくるでしょ、これだけで。ほら、パラパラ音聞こえる？うわぁ、ここボディないんだけど、ここ。ここボディないんですけど。ほら、わかる？覗いて初めてわかる。まあこんな当たり前かい。ちょっととりあえず印をしてきます。いろいろ飛び散んないように。はあ、自分の体力の衰えをすごい感じますね。はい、今頭を飛ばして、ブラケットの隙間に打ち込んでいるところです。こいつをちょっと打ち込んで、ちょっとね、片手でやりにくいので、カットします。今こじっております。これもね、簡単に外れる時と外れない時があるので、ちょっとまだなんか一箇所は今取れたけど、ちょっと待って。よし、あれ、今度はハンマーで動いて、あった。いきます。よし、うえい、でね、この残ったこのリベットがさ、これも共締めか、おい。あ、違うな、ここだけやっぱ共締めだね。これは引っこ抜いちゃわないで、抜けるかな。抜けないね、やっぱり。時たまね、叩いてるとポンって抜けるやつもあるんだけど、抜けない場合はね、この出てる頭を削っていいにします。はい、こんな感じにしときました。ここのね、リベットはボンって抜けたんだけど、ここの上にはちょっとブレーキの配管が真上に通ってるので抜けれない。で、ここは絶対抜けないなって分かったんで削っといた。まあ、全部削るんだけどね、頭で。ここは共締めなんで、いろんなとこの溶接に入ったらここもね、接合しときます。で、ここのボディマウントの共締めになってるんで、で、ブラケットがくっついてたとこひっぺがして、やっぱサビがねすごいので、まあ、全体的にいってるけど、
一応ねそこのこう重なってるとこのねあのサビはね全部落としといたフレームなので一応、うん、一応ね色はね最後にまた入れるんだけど、ここまでねちょっと全体的にうっすらいっちゃってるとねフレーム全体を塗るわけにもいかないのでねあの要所要所で勘弁してもらいます。落とせるところとかひどい、あここねないとこ、ここないとこ、もうこうなっちゃうとさねこれほらあらら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 あらららららって感じだよ。まあこんなもんよ。でもねあどんどんなくなってっちゃうねボディね。あこれやばいな、あこれやばいな、あんまり触んない方がいいな。あこう、あららららららら、あららら、まだここは生きてる。こう触ってもなくならないでしょう。このぐらいの時にねこうカットしてね直してやるとね、これでもほら一応水抜きの穴とかはねあるのよ。こうね、でもねこうなっちゃうのね長年経過するとさ、ほらあららららら、あららららら、まあねちょっとね、うわこういうのもね、あの多分ね下回り覗くとねいろいろねこういうのがね分かってくるのでね、オーナー様もね楽しいとは思います、見てて。よし、まあとりあえずね今のところここはちょっと別にねなこうこのぐらいの時に直しておいてやるとねいいんだけどさ、これ直すとなると結構広範囲に行くのでねえ、ここを直すだけでもね数万円かかってしまうのでね、よいしょ、まあとりあえず1箇所取れた。次こっち、後方の撤去に入っておるのですが、リベットの頭は全部ね削り取ったんで、もうね揉んでるともうね時間がめちゃめちゃかかっちゃうんで、あの消滅させたんですけど、まあいつもね、いつもっていうか方法はどういう方法でもいいので、とりあえず取れれば。で、こっちの方がね、手っ取り早いんですけど、はじゅれないよ。こっち、はじゅれないよ。いや、もうえぐるほどに削り取ってる、あるんですけどね。はじゅれない。まいったな。ちょっと頑張りますね。嘘だろう。何しても外れねえぞ。なんでだ。なんでだ。なんでだ。くそー。ちょっと待ってね。こんだけえぐっても取れません。引っかかってるとかはないんだよね。何しても外れん。どうしよう。炙っても外れん。参ったな。なんでだろう。固着してんのかな。もうちょっと待って。もう一回頑張ります。もう外れません。どうしましょうか。浮いてくる兆しもない。一箇所でもちょっとこう、何言ってるか分かんないと思うんですけど、グッてこう浮いた兆しが一箇所でも出ればね、外れるんですよ。それがないんだ。まるで溶接されてるかのように、びくともしない。マジ？ちょっと兆しが来たよ。ほら、わかる？もう、ちょっとね、差し込んでね、バッコンバッコン今、ここぶったたいて、テンションこうかけながらやってんだけど、ちょっと兆しが来た。やっと来ましたよ。もうこのマイナスドライバーを捨てる覚悟でやっております。やっとだ。この外れる瞬間を。よし来た。イエーイ、この野郎。何時間かかってんだよ。いや手強かった。わかります？結局こうなっててここに板っぱねがこうはまってんじゃん。でここがクッションみたくこうなると思うんだけどさ、長い間長い年月かかってずっとそういう風にいろいろかかってたから外しにくかったと思うんだけど、
これでもね、ここまで手こずったのちょっとね、初めてじゃねえか。こんなに取れなかったの初だ。いや、ちょっと待って、あと目に鉄粉くすがったっぺ。さて、それじゃね、この残ったやつね、一応引っ叩いてみるけど、抜けなかったらね、こっち同様ね、削り落とします。ちょっとやってきます。4つとも抜けましたね。よかった。そんなに苦労しないで抜けた。ここのピトってくっついてたやつ自体がもう固着してたってことだよね。よかった。じゃちょっとお掃除して綺麗にします。はい、油汚れ、泥汚れはとりあえず落として、うっすら出てるサビはね、もうちょっと全体ね、さっきも言ったけどさ、もう全体にそうなっちゃってるんで、まあこの辺はひどいけどさ、全部を全部ちょっとやるのはこれ不可能ですね。下回り全部となるとね、あれになっちゃうからさ、まあ、こういう地肌が出てるところ出ちゃね、こうペコって剥がしたから地肌が出たじゃんね。そこが多分固着してたとこだよね。うん、そういうとこはちょっとね、黒くやっときますけどね。うん、であまりにもひどい、さっきみたいなとこあるじゃん、なくなっちゃってるようなとこね、こういうとこもちょっとね、一応サビ止めみたいのはやっとこうとは思うけど、全部を全部やりきれないので、こういうのはね。よし、じゃあちょっとお掃除して、そしたら時間だからくーちゃんの散歩に行ってきます。よし、帰ってきたらちょっと反対側ね、明日はお休み、定休日なので、ちょっと反対側終わらせたいな。終わらせたい。無理かな。